4列目福原と岩佐、こちらもきれいに整っています。最終コーナーから立ち上がってスタートは切られました。インサイド、イースタンと黒柳がちょっとかぶっちゃったか、アウトサイドが遅れましたね。さあそしてその分2コーナーでサイドバイサイドの大変な立ち上がりになってきています。おーっと接触真ん中、3コーナー手前、中盤から後半で接触真ん中、若干スローになっているドライバーもいるでしょうか。山崎勇輝はまだレーススピードに乗れていないが大きく遅れてしまいました。木幡などは振られておりません。トップは浜久保太一、2番手に三沢拓馬、3番手塚田修美、4番手福原海、リンガースタートラッキーしました。5番手に青坂は黒柳拓夢、6番手には坂井由良、7番手に椿健信、8番手には三島勇輝あたりが来ているでしょうか。大きく順位が入れ替わっています。その後ろには林光太郎、アウトガースタートのドライバーどんどんとドロップして、中盤から今にして岩佐歩もかなり真ん中あたりからポジションをもう一度上げてきているところですね。毛利誠也もそうですね、大きくドロップしてしまいました。最終コーナーから立ち上がりにさ、こうなると攻防戦が激しくなってきます。トップも入れ替わりました。浜久保太一に代わりましてトップに上がりましたのは三沢拓磨です。2コーナーから3コーナー、三沢がトップ、2番手浜久保、3番手に福原が行きたくて行きたくてという感じでラインを変える。4番手に黒柳が上がってきた。4番手に4コーナーに黒柳がワンポジションのアップ、塚田修美をかわしました。黒柳4番手、カーナンバー23番です。5番手に塚田、6番手に椿、少し離れまして7番手酒井、8番手には三島、9番手林、10番手にはカーナンバー30番の佐藤匠が上がってきています。その後ろにさあ今2コーナーのところで岩佐歩が入ってまいりまして、順位の方は変わってきたでしょうか。岩佐歩、佐藤の後ろに行きます。そして4コーナーインサイド、ワンポジションを上げまして林の後ろに上がりました。8番手スタートから遅れてしまいました岩佐ももう一度上がってきていまして、まだまだこれポジションを上げてきそうですね。さあその後ろ佐藤、そしてカーナンバー28番の久保時、その後ろ一段挟みましてこちら毛利誠也と思われますが、アウトガースタートのドライバーにとってはちょっと苦しい、頑張らなくてはいけない予選になってきました。さあ毛利誠也も飛び込む4コーナー、インナーからポジションを上げていきます。そのまま久保のさらにインナーに滑り込んできて6コーナー、大久保をクロスで返していく。立ち上がってカーナンバー28番久保時の前に出てきています。最終コーナーからの立ち上がりです。カーナンバー30番の佐藤、11番手までが第一集団となっています。そのうちのトップ争いは5台です。その中で椿健信が上がってきた。おー、よっこだー、接触椿健信、これを前にいたのは黒柳か、黒柳に接触という形で黒柳今再スタートを切りましたけれども、大きくドロップです。4コーナーでの攻防戦、接触がありました。これで突破争いは3台になりました。スタート時点から変わらず三沢と浜久保と福原、三沢は序盤で前に出てきましたが現在浜久保がまた後ろからピタッとつけておりまして、4コーナーから5コーナー突破争いはどうなっているか分かりません。周回数は15周です。 FP ジュニアクラスです。最終コーナーから立ち上がってきて、さあこれで周回7周終了、予選は半分が終わりました。折り返しとなるこの周回で3番手以降もだんだんと追いついてくるか。3番手福原、4番手に椿、椿追い上げてきます。5番手塚田、6番手にカーナンバー17番の坂井由良、5番手、6番手争いもかなり接近戦になってきています。7番手、岩佐歩の後ろから8番手の三島勇輝、こちらも接近、少し離れまして林と佐藤という九州勢、その後ろから単独でカーナンバー12番、こちらも九州勢毛利、その後ろは大2コーナーのところで今サイドバイサイドぐらいになっているか。神谷克己と久保時、神谷が前に立ち上がってくるか。久保時が4コーナーインサイドを取っていて、そこに山口通りもついていく。ああ、
上位6コーナーでは久保のインサイドを飛び込んできまして、この集団のトップに立ちます。最終コーナーから山口通り、そして久保、さらにはカーナンバー35番浜口、そして16番をつけています宮地健太郎と続いて、おお、ここがまた入れ替わっていくにコーナー、宮地健太郎も当たりが上がってまいりましたが、浜口康弘が立ち上がってきた。浜口康弘が山口の後ろ、第2集団での攻防戦となっています。上位陣は最終コーナーから立ち上がってきます。これで10周終了、残り周回数は5周です。競り合いが起きているのは30番と12番、今1コーナーから2コーナーへと向かっている佐藤と、そして毛利ですね、毛利が前に立ち上がってまいります。ワンポジションのアップです。上位陣の前にバックマーカーが出てきて大混戦になっています。さあ、アクシデントがあったでしょうか。上位陣の前に一気にバックマーカーが出てくる形となっています。 FP ジュニアです。にわかに混戦模様になってまいりました。トップは1コーナーから2コーナー、三沢、浜久保、そしてこのバックマーカーにかかっている間に椿健心がワンポジションを上げまして、3番手に椿、4番手に福原、5番手には塚田、6番手には酒井、トップ争いが詰まってまいりました。残り周回は2周です。ラストラップ2、浜久保、三沢に一矢報いるか。ジュニアクラスは予選ヒートポイントはありません。決勝でインサイドスタートになるか、アウトサイドスタートになるか、フロントローになるか、セカンドローになるかという、そんな攻防戦が今4コーナーから5コーナーへ3回で繰り広げられています。その中で動きたくというのは3番手の椿健心、スピードはある、捉えることはできる。これでファイナルラップ、福原海も含めまして4体のバトルになりました。2コーナーから3コーナー、接触がありながらも上がってまいりました椿ですが、ここはおとなしく見ていきます。ここでやらかしはもともともありませんが、6コーナーあたり来るかどうか、金幕の金金ですが、ここでも入れ替わりません。最終コーナーからこちらもシングルゼッケンをつけています。三沢拓磨がゴールポジションを獲得、2番手浜久保、3番手椿、4番手福原、5番手塚田、6番手に酒井、7番手少し離れて岩佐、8番手毛利、9番手に三島、10番手林、